さて、最後に聴覚障害者の防災に対する取り組みについて伺います。この質問は帯広市の聴覚障害者の方も見ておりますし、今日は帯広ろう者協会のお二人の方も見えられておりますので、手話を使って質問をしたいと思います。地方議会において手話や手話通訳を使って質問をしているところは私の知る限りでは聞いたことはありません。帯広市は平成5年帯広市福祉基本計画の中にノーマライゼーションの基本的な考え方が示されておりますが、議会の傍聴、議会の傍聴は聴覚障害者に対しノーマライゼーションは遅れていると思います。聴覚障害者も議会に来てほしいのですが、手話通訳がおりません。いつの日か聴覚障害者もいつでも気軽に議会を傍聴し参加できることを望みます。またそういう聴覚障害者に優しい議会改革も考えなければならない、そういう時に来ているのではないかと思います。さて、5月23日市役所において防災訓練が行われました。市の職員の中には聴覚障害者の職員もおります。その方のお話を聞かせていただきました。防災訓練が始まるとベルが鳴り放送が入ります。そして職員は訓練に参加するため一斉に動きます。その時聴覚障害者の職員はどうしたのだろうと思うわけです。そして近くの職員が訓練が始まったことを知らせて、初めてその事実を知ります。聴覚障害者の職員は防災訓練があることを前もって知っていましたので、前もって知っていたので何が起きているのか理解できます。しかしもし一般の聴覚障害者がそこにいたらどうでしょうか。実際に非常ベルが鳴り放送が流れたとしても聞こえません。周りが突然動き出したとしても何が起きているのか理解できません。そこで聴覚障害者のために非常ベルや緊急放送と合わせてパトライトやフラッシャーまたは電光掲示板の整備が必要です。これらをまず
公共施設から整備する必要があると思いますが、米沢市長の見解を、真摯な答弁を伺います。以上で私の1回目の質問を終わります。